久保建英、チェチチサウジ戦は過去3戦全敗もそんなちっぽけなことを見ている選手はいない。日本代表の久保建英は、過去3戦全敗のサウジアラビア戦に向けて冷静に意気込みを語った。アウェイの観衆を歓迎し、統計的にいつか勝てると過去の成績に気負わない姿勢を見せている。サウジの選手たちがストレスをぶつけてくることを警戒しつつも、通常通りのプレーで勝ち点3を目指すと話した。サウジアラビア戦は、11日の3時にキックオフ予定だ。23歳って初代表くらいでもおかしくないのに、もう最終予選2回目って経験値がレベチやな。と正論で草間はメディアは数字欲しいだけだろうけど煽ってくれてるだけマシとも思うべきかも。柴崎学がひどかったな。いつか大活躍してくれたらいいな。今第2次森保ジャパンのアシスト王だけど、どのぐらいが大活躍？やっぱり毎試合ハットトリックしてワールドカップ3連覇ぐらいしないと認めない感じ？素晴らしい考えとメンタル。王者の貫禄出てきてる。期待しています。頑張って。さすだけ。いつまでもマスコミは素人だな。は？の一言でいいよ。両代表や所属チームの試合も見てないような記者の相手をすることはない。